インドハイアスは約4800万年前のアジア南端の海岸部に生息していた半水性の原始的哺乳類。分類学上の位置に定説のない絶滅した一群であるラオエラカ6族の中の比較的著名な一族。本種を含むラオエラカは通常、クジラグー定目に属するとみなされるものの統一的見解を得るには遠い。比較的初期の玉ひずめ類であり、 発見当初は、クジラとカバの共通祖先に極めて近縁の進化系統とみなされ、学会の注目を浴びたが、現在では学説によって、イノシシア木に分類される、メレベルで別のメソニクスメに近縁とされるなど、クジラクボバ類の進化とは別系統とする見方が優勢となっている。なお、現在の知見で最古かつ最も資源的なクジラ類とされているのは、パキケトゥスカである。 学名は、インド、インドの古代ギリシア語、イノシシ、豚のノイ,インドヒウス、インドハイウスなどと呼ばれることもある。2、三派と学骨の断片からなる。最初の化石は、インドの地質学者イラオによって1971年、インドは大陸のカシミール地方にて採取された岩の中に渦漏れた状態のまま気づかれることもなく、眠っていた。ラオが亡くなった後、 未亡人が原クジラ類に詳しい人類学者で米国はノースイースタンオハイオ大学医学部所属のハンステイビスンに岩を上渡したことがきっかけとなりテイビスン率いる調査チームによって本詞は偶然に見出され科学雑誌ネイチャー2007年12月号への記事の掲載をもって世に知られることとなった インドは大陸のアジア大陸南端地域への衝突がまだ本格化していなかった時代にその間に横たわるように存在していたと朝で穏やかなテティス海に面した水辺に彼らの暮らしはあったと考えられている。体長約40センチメートル。体型は豆鹿と似るが体長とほぼ同じ長さの細長い尾があった。また、獅子の先端には 極めて祖先的な形態を止めたひずめを持つ。骨格は玉ひずめ類とクジラの双方の特徴が混在したような形態を有する。また、頭蓋骨、飛行した耳骨、小昇級骨密度、知れず、及び歯の同位体組成がクジラのそれと高い相似性を示しており、未発見の進化の系統ではないかと考えられた。カバに見られるような骨密度が高く厚い外装がある。 構造の骨を持っており、これを重りとして、水中で長時間過ごすことに適していた。また、水生動物の化石が同時に発見されており、本種は水辺を好んだと思われる。シタンには汽脚など、水中生活に特殊化した形態は見られず、通常は陸上で過ごし、危険が迫った際に、水中へ逃げ込んでいたという仮説が、ハンスラにより2007年に提唱されている。 一方、カバなどと同様に皆底を歩いていたという仮説もある。植生は、虫食及び植物食であったと考えられるが、水中への適応は、植生の変化が原因であったとの説もある。マメジカル糸の進化的修練性から見ても、常に水辺を生活圏とし、猛筋などの天敵から逃れるためにも水に潜る、能力を発達させていたことが伺える。例えば、 アフリカ中央部に生息する水豆カは、猛禽の襲撃を逃れるために4分ほどの間を潜水することができる。ありがとうございます。